さあ前回ね、千尋ちゃんにね、連れて行きたい場所があると言っていた岩木ちゃんでございますけれども、さあどこに連れて行ったのでしょうか。見ていきましょう。どうだ、夜の球場だ。おお、球場に来たんですね。てんてんてん。うちと千尋を再会させてくれたのも、キリと巡り合わせてくれたのも野球だからな。この3人で来るにはぴったりじゃないかなと思ったんだ。懐かしい、濡れた土の匂いなんていつぶりかしら。なあ千尋、実は今日うちから千尋に聞きたいことがあったんだ。うちに遠慮することなく思ってることを答えてくれ。うちやキリが野球で千尋を励まそうとするのは千尋にとって迷惑か。キリから聞いたんだが、千尋はすごく野球が上手だったらしいな。毎日夢中になって練習して、とにかく野球が大好きだってそうじゃないか。だから病気が治って千尋が元気になったら、うちは3人で一緒にキャッチボールがしたいぞ。どうだ？千尋は野球がしたいか？ああ、なんて答えるんでしょうか。さっきの質問、キリに頼まれたの？え？野球をすることが迷惑かどうかってキリに聞いてほしいって言われたの？それはまあどっちでもいいけど、迷惑かどうか知りたいなら教えてあげる。心の底から目障り。おお、はっきり言いましたね。あなたもキリも何のために野球をやってるの？人のため？まさかとは思うけど、私のため？頼んだ覚えないんだけど。あの姉さん、それは私が野球を好きだったのはとっくの昔だし、私が好きだったからってあなたたちが同じスポーツを頑張って何になるわけ？逆の立場で考えてみなさいよ。ある日突然自分の人生から好きなものを取り上げられて、それを他人が楽しんでる様を。憧れてる？私が復帰した時のため？そんな言い訳並べたって、何年も病室で過ごしてきた私には当てつけでしかないのよ。なのに毎週のこのこ現れては野球の話ばっかり。やれ守備が上達しただの、スタメンでヒット打っただの、うんざりなのよそういうの。とにかく本当に。でも千尋だってそんなうちの話を笑って聞いていてくれたじゃないか。当然でしょ、滑稽だったんだから。馬鹿正直に人の全身を信じるあなたがね。挙句の果てに野球場。はっ、どこまで人を貶めれば気が済むの？すまん。すまん、この場所に連れてきたのはうちが悪かった。だがそんな悲しいことを言わないでくれ。来年の手術が終われば千尋だって昔みたいに。今さら直したところで人生が惨めなことに変わりはないわ。いや。そんなことはない。病気が治った千尋の未来はきっと。部外者は黙ってて。ああ、きついこと言いますね結構。ほらキリ、さっさと答えなさいよ。あんた何のために野球をやってるの？私はゲホゴホ。ああ大丈夫か千尋ちゃん。千尋、姉さん。ああ惨めね、ほんと惨め。ちょっと外に出たくらいで体調崩して。病院に戻りましょう。今タクシーを呼んでもらいますから。まったく、とんだ外出だわ千尋。これは結構辛い外出になってしまいましたね。もうすぐ着きますから。そこまで深刻な症状じゃないから、あなたたち着いたら帰っていいわ。でもいいから帰れって言ってんの。それと今日買ってきたあの花持って帰って。病室に飾っとくよりキリが持ってるのがお似合いよ。今のあなたにぴったりの花言葉だから。おお、結構厳しい第4話になりました。はい、ということで第4話見ていきましたけれども、いや野球場に連れて行けばなんか変わるかなと思ったんでしょうね。しかし、逆効果でございましてなかなかね、逆にちょっと千尋ちゃんを傷つけたという形になってしまいましたね。でもまあこれで千尋ちゃんの気持ちもね、正直に伝えれましたし、
まあまあまあちょっと進展したんじゃないかなと思います。はい、でその後のキリちゃんと、いわきちゃんのね、行動で変わってくるんじゃないかなと思いますけれども、一体どういう風に、進んでいくのでしょうか。ということで、第5話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。あれ、冬休みって実家帰るんだっけ。うん、そうだよ、田舎のばあちゃん家のとこ。ね、お、本庄さん、よしみさん、そろそろ部活が始まる時間よ。あもうずっとそのことばっか考えてるんでしょうね。もうよしみさん、あー近げか、いきなりでびっくりしたぞ。あら、ごめんなさい、今日はよしみさんが珍しく物静かだから様子が気になってしまったの。静かか、確かにそれはうちらしくないな。何か悩み事？すまん千景、今日だけ練習を休ませてくれないか。うちには今どうしても会って話をしたい相手が。有原さんには私から話しておくわ。本庄さん、マジ物分かりいいですよね。よしみさんの気持ち伝わるといいわね。すまない、オンに切るぞ千景。昨日送ったキリへのメッセージは結局既読のないままで返事がないか。ならまずは千尋に。お、また会いに行ったんですね。ここで待つように言われてから随分経ったぞ。まさか昨日無理したせいで具合が悪くなってしまったんじゃ。また来たの？千尋、聞いてくれ。その昨日は本当にすまなかった。体調のことももちろんなんだが、うちが野球の話をしたせいで千尋とキリが喧嘩になってしまって。別に責任感じる必要もないんじゃない？あなたが口出ししなくてもいずれどこかでこうなっていたわ。まあ確かにそれはそうですよね。うん、それはそんな気がします。千尋はキリが野球をすることに反対なのか？反対とか賛成とかそういう話じゃない、鬱陶しいってだけ。あの子もね、昔はあなたみたいにバカ正直なところがあったのよ。毎日毎日私を励ますためにって聞こえのいい言葉だけを選んで野球にも熱心に取り組んだりしちゃって、けどどっかで気づいたんでしょうね、自分がめんどくさがられてることに。それからはずっとあの子は何をするにも私の顔色ばっかり伺って、気色の悪い距離感を保ち続けてきた。まあでも難しいよね。そこにあなたが土足で入ってきたのよ。聞いてくれ千尋、キリは千尋のことを心の底から大切に思ってるんだ。それは本当なんだ。なら私のために野球をやめてくれればいいじゃない。だがキリが野球を頑張っているのは元気になった千尋とまた一緒に野球がしたいからで。綺麗事はもう聞き飽きたの。お、珍しく声を張り上げましたね。前向きな言葉いくらでも口にできて当然よね。あなたたちは健康なんだから。手術を受けて病気が治ったところで絶対に取り戻せないものがあるの。高校で女子野球をやる夢は二度と叶わないの。元気になったらまた一緒に野球？高校生活の3年間をベッドの上だけで過ごしてから行ってみせてよ。私と同じ苦しみを味わってから自分の胸に聞いてみてよ。それでも前を向けるか聞いてみてよ。まあ千尋ちゃんもね、結構辛いですよね、そら、もちろん。千尋、昨日野球がしたいかって聞いたわよね。したいに決まってるでしょ。あんな妹なんかより、あんたなんかより、私の方がずっと野球が好きなんだ。そして千尋ちゃんは結構うまかったらしいしね。あなたって困るとすぐにだんまりね。最初に会った時から本当に変わりない。あの時だって私が聞いても何も答えてくれなかった。ねえ、あなたの体をちょうだいよ。あなたなんかよりずっとうまく野球をやってみせるから。私の方がずっと野球を好きでいられたんだから。
はい、ということで第5話見ていきました。まあ千尋ちゃんね、ちょっときつくキリちゃんとかにね言ってる感じありましたけれども、まあこういうのを聞くとね、まあ正直、千尋ちゃんかわいそうだなと思うところありますよね。ただまあキリちゃんも相当難しいですよね、こう千尋ちゃんと関わることはね。まあどうしてもなんか気色悪い距離感になってしまったりするのも仕方ない気もするけどなとは思いますよね。まあ、なかなか難しいでございます。はい、ということで、あとラスト1話なんですけれども、なんか物語が完結する感じがあまりしませんけれどもね、一体どうなるのでしょうか。第6話見ていきましょう。8月のシンデレラン9。うちの体をか。これからうちは千尋に一体何をしてやれるんだろうか。まあそう考えるよね。あ、おお、こんなところに岩木さん、キリ、姉のところにいたのですね。ああ、昨日のことを謝りに行ったんだ。そしてうちはキリにも謝らなければ。私のことならお構いなく、もう気にしていませんから。あの、それより昨日の夜からずっと考えていたんです、姉とのこととこれからのことを。そうか、返事がなくて心配していたんだが、そういうことだったんだな。まだ明確に答えが出たわけではありませんが、一つだけ心に決めたことがあります。私は野球を続けます。まあ野球を続けるかやめるかはね、もうキリちゃん次第なんでね。これまでの私は無責任に姉を励まし続けてしまっていました。誰かの背中を押すという行為には責任が伴うことを自覚できていなかったのです。ですが姉に何と言われようと、私は野球を続けることしか姉とつながることができません。誰かのためでしか生きられない人間は他に術を知りませんから。そうか、いや、ちょうど会えてよかった。うちもキリには野球を続けてほしいと言おうと思っていたんだ。私も都合が良かったです。岩木さんにお伝えしたいことがあったので。もう姉のお見舞いには来ないでいただけますか。な、あなたは姉を野球で励ますと言っていましたね。そのために甲子園を目指すとも、叶えもしない希望を追いかけても姉の励みにはなりません。これは私たち姉妹の問題です。これ以上踏み込まないでもらえますか。ああ、ちょっとこれは岩木ちゃん的には辛いのではないでしょうか。では結構冷たいな正直、そういう展開になるか。キリは千尋のために野球をすると言っていた。じゃあうちは何のためにやっているんだ。最近ずっとあれこれと考えてばかり。うちが一番苦手なことだ。このままじゃ頭が爆発してしまうぞ。せめて素振りでも何でもいい。体を動かしながらじゃないと。お、誰か役やってる。おお、浅田パイセン。わはー、あわやライト前という当たりを葵がスーパーキャッチで阻止したのだ。外角の球を的確に捉えたと思っていたのですが、無念です。あのコースを簡単に流されるようじゃ私もまだまだね。次、本庄さんの番だよ。ええ、それじゃ。千景かな。お、これ3年生だけで練習してるんですかね。はあ、はあ、あら、よしみさん来てくれたのね。今日はもう練習は終わったんじゃないのか。どうしてこんな時間まで。2年生のみんなで自主練をしていたの。ほら、冬の練習はどうしても基礎練習中心になるでしょ。けど私たち上級生組は全員が未経験者だから、翼や忍雲に少しでも早く追いつくために秘密の猛特訓をしていたのだ。もしかしたらよしみが後から来るかもしれないと聞いてはいたのですが、間に合ったようですね。今フリーバッティングをしてたの。岩木さんも早く打っていったら。うちが野球をするのはこうしてみんながいてくれるからだな。え、おー、なんかこの並び熱いな結構
よし、うちは守備につくぞ。ショートバウンドの練習の成果をみんなに見てもらいたいんだ。これ以上踏み込まないように。それはできない相談だ。千尋もキリもうちが野球をする理由の中にすっかり入ってしまっているからな。だがうちが野球をするのは千尋のためだけでもキリのためだけでもない。千尋とキリと一緒に野球をする、野球部の仲間たちを勇気づけたいと願う自分のために野球をするんだ。よーし、よーし、バチコーイ。まあそうですよ、みんなね、自分のためにやりますから、野球なんてものは。それでいいんですよね。うん、はい、ということで、第6話見ていきました。はい、というわけで第6話の冒頭はちょっとねヒヤッとする一面もありましたが、最後はねやっぱり本校のみんなと一緒にね練習して気づけましたね。うん、結局はね自分のためでいいんですよ、そんなものは。いやー、まあなんとかねなんとかね終わってくれましたけれども、まあまだ続きそうですよね、正直。まあキリちゃんにはね関わるなと言われましたけれども、まあなかなか難しいですよね、それは。てか結構キリちゃんもね冷たいというかね、まあ気持ちはわかりますけれども、なんかねもうちょっと暖かくなってもいいんじゃないかなって思いますよねまあなんかまた後にね、千尋ちゃんとキリちゃんと岩城ちゃんの話がね出てくることを期待して、待っておきましょう。はい、ということで、ストーリー全部見ていきました。皆さんいかがだったでしょうか。よかったらね、コメント欄にコメント書いていってください。はい、結構みんなね思うことあったんじゃないでしょうか。結構内容の濃い、お話でございましたね。うん、ぜひ皆さんの意見も聞きたいので、ぜひコメントよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日はこの辺で終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけでまた次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、ちょすい南水さんのちょすでした。バイバーイ。